昨日発生した電力設備の故障によるトラブルで、JR 東日本は今日未明までに復旧作業を完了しました。運休していた東北、上越、北陸の各新幹線は、今朝停電の発生後、およそ20時間ぶりに運転を再開しました。こちらは JR 大宮駅です。昨日発生した電力設備故障による停電に伴い、運休をしていた各新幹線ですが、今朝から運転を再開しました。昨日は調整中と表示されていた電光掲示板ですが、今日は始発から通常通りの表示となっています。昨日午前10時ごろ、金沢発東京行き北陸新幹線輝き504号が大宮上野間を走行中に停電が発生し、さいたま市中央区で停車しました。この影響で東北、上越、北陸新幹線が終日運転を見合わせ、283本が運休、およそ12万人に影響しました。復旧作業は数十人体制で夜通し続き、今日午前4時半過ぎに新幹線の車両撤去などすべての作業を終えました。 JR 大宮駅では通常通り午前6時29分大宮発盛岡行きのやまびこ51号から運転を再開しました。各新幹線は車両運用の都合で一部列車を運休しましたが、それ以外は始発から全線で通常通り運行しています。JR 東日本大宮支社によりますと、今朝は運休に対する措置として在来線の臨時運転を行った影響もあり、 JR 大宮駅では新幹線改札口や緑の窓口で大きな混雑や混乱は見られなかったということです。